3月の23日です。23、24と鈴鹿に来ています。今日は、朝6時に広島店を出発して、今12時過ぎですが、今から、この御在所、御在所岳の方を登ろうと思います。湯の山温泉街の中、川沿いの車道を詰めていきます。はい、ここから車道離れて登山道に入ります。寒いですね。まあ花崗岩のえぐれた斜面を登っていくと、少し眺望が見えますね。ロープウェイの支柱です。わかりますか、これがオバレ岩です。背中に背負ってるような。そうそう、はい、こうやって岩の割れ目を上がってきます。はい、円形もですね、結構風が強いですね。はい、よく出てくる地蔵岩ですね。本当だ。はい、万作の花ですね。向こうに、支柱も見えて、ちょっと川らしいね。そう、頂上です。というか三条駅の辺ですね。これちょっと頂上もちょっと、スリリングなショーキレットもあって、結構楽しいですが、風の通り道で寒いですね。風が寒い。寒い。谷に土石で埋まった、谷が見えます。去年ですね。寒い。はい、ここからまた有名な木のはしごです。あ、駐車場が見えます。寒くてつららもできてます。ちょっとした鎖場ですね。またね、風が吹きつけてます。雪も所々に見当たります。はい、雪が出てきました。冬ですね。雪もまだカチカチに凍ってます。さあ、険しい登山道を登り切ると、伊勢湾も見えますね。はーい、よし。15時15分、頂上公園に着きました。ロープウェイの、まあ、三角点は実は山崎です。三角点はスキー場の、見える先になります。もう揺れても乗っても我慢するんですけどね。まあ今日は明日の、準備運動なんで、
ロープウェイ使って降りようかなと思います。風、マイナス2度ぐらいですかね、風強く、皆さんどんどんロープウェイ乗り場に入ってます。まあ明日の本番に備えてゆっくり休む、あとは休んでくださいというところですかね。三角点の方はまた、ぜひ裏道、ちょっと崩壊している裏道がだいぶ良くなったら行きたいと思います。